皆さんこんにちは、毛利と申します。それでは今週も未生苗たちの様子をお届けしてまいります。まずは先週のおさらいからです。亀甲流の鉢がもうパンパンになってしまって変形して平行四辺形状になってしまっている様子をお届けしました。まあ、亀甲流冬型ということもあって、今の時期はまだガンガン成長してくれているのでちょっと窮屈な思いをさせてしまってるんですけれども、植え替えのなんかちょうどいい時期っていうのは休眠前の6月頃らしいという風なのを、そういった情報をネットで見かけたので、ちょっとまあ窮屈で申し訳ないけど も我慢してもらおうかなというところですね、しばらくの間は。それでは今週の様子見ていきましょう。まずは1月29日の様子からです。こちらは去年の夏頃ですね、種をまいたパキポディウムやドルステニアホエチダ、センナ、そしてオベサなどなどですね。こちらはボンバックスですね。手前に3つあるのがギラウミニアナですね。ギラウミニアナはちょっと遅めでしたね、まいたのが10月とかぐらいだったかもしれないですね。そして亀甲流とフォエチナが2つです。そして下段に行って、こちらは一昨年種をまいた方のグループですね。そして隣に行って、今映っているのはこちらはまだ種をまいてから1ヶ月程度ですかねのモンソニアムルチフィダですね。そして最上段に行って、こちらは種をまいてから2ヶ月ちょっとぐらいですね、オトンのユーフォルビオイデスとレトロルサ、そしてケラリアピグマエアです。続いて1月30日の様子です。こちらの去年種をまいたのはビスピノーサムとエニグマティカム、そしてビス大国、この3つがパキポディウムですね。あとはドルステニアフォーエチデが2鉢とオベサが1鉢、隣の方はセンナが5鉢とオベサが1鉢です。こちらはボンバックスが4鉢にギラウミニアナが3鉢、そして亀甲流が1鉢、まあ、1鉢の中に2つですね、2株入ってます。そして個室を与えてあげたフォーエチデが2鉢ですね。下の方に行ってパキポディウム数種類と、あとアデニウムブラックジャイアントが未生624日目ですね。モンソニアムルチフィダが6鉢で、最上段に行ってケラリアピグマエアと大人ユーフォルビオイですが、どれぐらいでしょうね、10鉢ちょっとぐらいですかね。大人レトロルサは2鉢だけって言ったとこですね。続いて1月31日の様子です。こちら去年種をまいた方のグループですが、かなりもうモサモサしてきていますが、ちょっと植え替えは待ちたいなというふうに思ってます。まあちょっと寒いので3月入ってからかなというところですね。まあ寒いといってもこの冬の間もですね、あのパキポディウムたちは結構成長してきてくれてるんで、去年種をまいた方のグループはもしかしたら植え替えちゃってもいいのかなというふうには思ってきています。というのもですね、こう冬のこの寒い間でも成長してくれてるおかげでですね、エビス大国なんかはもう鉢からですね結構溢れかかっちゃってるような苗もあってですね、3月に入って暖かくなり始めたら植え替えようかと思ってたんですけど、それまで待てないかもなと、もう鉢から溢れちゃうんじゃないかなというような気がしています。あ、そしてですね、先週やっと気づいたんですけど、このオベサの間からですね、ニョキニョキっと何やら生えてきてるんですよね、発芽してきてるんですよね。おそらくはこちらはドルステニアのホエチダ
ですねが種を飛ばしてそれが発芽したものなんじゃないかなと思います。ポイチダは結構去年種をまいていくつか育ってきて花を咲かせてくれてたりするんですが、おそらくこの種を飛ばしたのはもうちょっとしたら移るですね、こう個室を与えてあげたこの子の隣こいつですねこの種なんじゃないかなと思います。なかなか種ができなくてやっぱり未生1年経ってないような200日なんで、まあ7ヶ月ぐらいですかね。の苗では種っていうのはできづらいのかなと思ってたんですけど、なんかよくよく見てみると知らない間に、あれなんかこの花のとこ種ついてるなっていうのが見つかってですね。まあそれでも2、3粒程度だったんですけど、おそらく2、3粒のやつの前にですね、もう何粒かできてて、それを飛ばしてしまっていたようです。結局私個人がこうちゃんと種として取れたのはその2、3粒だけだったんですけど、知らない間にこう飛ばしていた種たちが発芽をしてきたのかなというふうに思います。まあただちょっと今のままだとこうオベサの密集地帯の中に発芽してしまっているので、あんまりこれから窮屈で大きくなるのがちょっと不自由なのかなと思ったんで、そのうちちょっと植え替えをしてあげないといけないかなという感じですね。オベザの方の鉢も結構もうぎゅうぎゅうになってきちゃってるんで、やっぱ3月ぐらいですかね、暖かくなってからそちらも一個一個個室を与える、もしくはまあプレステラ90とか105とかにこう4つぐらいに植えるとかっていうので植え替えをしてあげないといけないかなと思ってます。まあ、なので新しく発芽してくれたフォエチダはそのタイミングまではちょっとオベさんの鉢で一緒に共同生活を送ってもらおうかなというとこですね。続いて2月3日の様子です。こちらですね、この真ん中のエビス大黒とあと一番手前側のフォエチダがちょっとはかなりモサモサになってきてしまってますね。こっち側の腰水から上げてる方の苗たちは、まあ割、腰水で管理してるパキポディウムとかよりかは動きがちょっとおとなしくなってるかなという気がします。まあただ、亀甲竜はやっぱ冬型っていうか、こう寒い時期の方が成長して、涼しい時期の方が成長してくれるので、今の時期、この室内管理がちょうどいいのか、もうどんどん大きくなってますね。こちら大人のユーフォル病院ですとレトロルサとかはもう今かなり元気ですね。どんどん葉っぱを茂らせて花を咲かせてという感じでした。続いて2月4日の様子です。こちらのエピス大国はモッサモッサなんですけど、ちょっと奥のエニグマティカムの方ですね、パキポディウムのが少し葉っぱが少なくなってきてしまったかなという感じがしますね。まあ冬で寒いからというのもあるのかもしれませんが、ちょっとやっぱ密度的なところで土の中で根っこが絡み合っちゃっててとか、まあ、そういうところから成長が鈍化しているのかなという気もしますね。まあ一方でエビス大国なんかはもうぎゅうぎゅうで鉢の中とかもかなりもう根っこ絡み合っちゃってるでしょうけど、たくましく成長してくれているのはすごいですね。やっぱこう種類としても強いんじゃないかなっていう気がしますね。確かエビス大国ってパキポディウムのホロンベンセとエビス笑いの掛け合わせだったかなというふうな記憶があるんですけども、ホロンベンセってやっぱ強いイメージなんですよね。まあだからそういうところと、あとはエビス大国のこの扁平に育ってくれてるっていうのが組み合わさったとてもいい種類なのかなというふうに思いますね。はい、それでは今週のまとめです。フォエチダの、発芽を確認できた週でした。まあ本当にフォエチダなのかなっていう気もしますけど、まあおそらくそうじゃないかなと思います。まあこれがいわゆるノラチダというやつですね。種をパワーンと飛ばして気づいたら他の植物の鉢から発芽するというやつですね。もうちょっとしたらこの辺も植え替えてあげたいかなというとこです。
はい、それでは今週の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどいただけますと非常に励みになります。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。失礼します。